スターバインレコーズのスターバインレディオ。ということで今週も、はい、始まりました。ちょっとお願いします。二段構えになっちゃいましたけども、はい、はい、今週もよろしくお願いします。お願いします。はい、先週のところではね、僕の出さなくてもいい下ネタのくだりを散々引っ張り倒されましたけども、これは世の中的にはどうなんですか？受け入れられてるんですか？大丈夫ですか？いや、まあ、もしチャンネル登録者数が1万人とかいたら、うん、すごい荒れてる。確かにね。ただ今だったら大丈夫です。あ、分かりました。うん、はい、ハッシュタグとかでエロとか入れたら伸びるかな。あ、入れてみるか。ミンスカの姉ちゃんサムネにして。マスクした、マスクした。はい。それやっちゃうじゃん。まあ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 、じゃあちょっとね、ちょっとエロというところで、まあ男性エロというところでエロ話すの今週も。今週エロ会だった。エロというところで、まあ、じゃあ追い出されましたから、はい、まあ僕らからしたらエロを感じる対象は、まあ皆さん女性だと僕は思っているので、じゃあその女性つながりというところで好きな女優さんを答えていただいて自己紹介していただければなと思います。はい、俺は、うん、まあ女優、うん、あ、まあ、まあ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 好きな女性、仲里依紗が、ああそうでね、好きな量です。知ってますよ。知ってます。俺は前からみんなに言ってる通り ね、恐竜顔が、うんうん、好きで、うん、まあ、中里依紗が結構トップだね。トップだね。恐竜オブ恐竜だから。うん、あ、ちょっと鼻がスンってなってる感じが、うん、がちょっとたまらないっす、うん。はいはい。ありがとうございます。はい。俺いいっすか。はい。長澤まさみが好きなユーマです。もうずっと好きです。言ってるね。もうずっと言ってる。ずっと。小学校からずっと好きです。いいね。未だに独身でいるっていうのがもういい。もう他のね、猛者たちが結婚してる中、そうなんですよ、うん、2枚ちゃんと女優頑張ってる感じもすごい好きです。いいね、はい、いいですね、はい、僕もこれ、あ、行ったことない、あんまり俺分かんないかもしれない。行ったことない。あ、でも僕も王道ですね。僕はガッキー好きです。あ、まあ、あ、うん、みんちゃんです。よろしくお願いします。はいはいはい、知ってた。うん、知ってた、ね、うんうん。ガッキー可愛いんですよ。ガッキーは可愛いね。で、僕は個人的な意見ですけども、結婚した相手が星野源さんみたいな人でよかったなと。ああ、なるほど、わかる。それはすげえわかる。なんか、うん、一般人ですって言いながら年商何億円とかのなんか社長とかさ、うん、いっぱいいるじゃないですか。うん、そういった感じじゃなくて、なんか。わかんないですよ、裏では知らないですけど。ちょっと素朴な感じがある人なんで、うん、なんか個人的には納得できた、うん、方でしたかね。はい、お任せしますって言うとすごいおこがましいですけど、ね、うちの荒垣さん、ゆうさんをよろしくお願いしますと切に願っていますと。はい、で、まあちょっとだいぶ話変わりますけども、はい、はい、エロい話に。エロい。もう今週のエロい話。今週のエロい話はちょっといいかな。うん、ですね、僕、ちっちゃい頃から、テーマパークというか、遊園地がすごい好きなんですよ。へ、うん、はいはいはい。まあ、最近ちょっとね、コロナとかのあれもあって行けてないんだけども、うん、まあ、すごい好きで、まあ、外で遊ぶのが好きだったっていうのもあるんだけど、うん、アトラクション系のものとても好きでですね、うん、まあ、遊園地の思い出とかを、ちょっと皆さんもあるのかなと思って聞いてみたいなと思って、今回このテーマを。上げさせていただきました、うん、遊園地ってなんかもうディズニーぐらいしか思い込まないんだよ。でもまたちょっと違う気もするけどさ、まあでもなんだろう、まあ、定義というか乗り物があってみたいなところをイメージしてるので、東京ディズニーランドとか、まあ、USJ かな、うん、まあもうそれも値する内容なんじゃないのかなとは思いますけど、はいはいはい、うん、俺ちょっとまあ俺ちょっといろいろ考えたんだけど、うん、まあ、あんまりちょっとその遊園地でおもろい話がそこまでなくて、うん、まあ、ちょっとずれちゃうんだけど、うん、じゃあまあ水族館に、まあ、俺はよく行くんですけど、うん、水族館にも、うん、併設されてるんですよね。遊具っていうかアトラクションがあるとことか結構あんの。八景島とか、そう、品川とかもあるし、入ってなんかもうめっちゃでかい海賊船みたいなこうなってるみたいな室内で、室内室内でとかあるね、意外と。うーん、そう、
で、俺は、それこそね、ビューティー作り始めようかぐらいの時とかだね、うんうん、に、まあ、当時の彼女と、うん、品川の水族館、新しくできた方、うん、が出来たてぐらいで、うん、行って、うん、で、うんまあ、イルカショーを見てて。イルカショー、そう、うん。そしたらその、まあ、戸籍からこうやって見てるじゃん。真ん中にプールあって、うん、まあ、ほんとスタジアムみたいになってるとこだったから、うん、360度座れるみたいな。へー、うん、ああ、そういうことか。そう。で、イルカのその、うん、奥の方を見たら、うん、あの、一光さんと坂上忍が、うん、ロケしに来てて。うん、へぇー。そう。もう超遠目で見ても、うん、一光さんのこの、頭のでかさで、うん、わかんないマジで、そうやばっつって話して、うん、っていうのがちょうどそのまあそのビューティー撮る前ぐらいの時の水族館での思い出で、うん、ビューティー撮り始めるぐらいに俺はその子と別れて、うん、はいはいはい、で俺のビューティーに入れたエモは、うん、その女の子が 50% と、うん、一光さんと坂上忍のエモが入ってるので、うん、聞いてくださいっていうのを俺は考えてきたんだけど、どうエモなのそれは。その坂上忍のエモだね。坂上忍のエモ。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 忍のエモか。入ったのか。そう。一光もではなかった。キーモも入ってます。キーモ。キーモ。キーモ。そうだね。でもなんか、事件的なのは俺それぐらいかな。あんまなくない、うん、芸能人の取材。いや、でもそれは俺じゃないかもしれない。確かに。見たことない。普通にテンション上がったね。うん、うわっつって。ね、だってその収録日とそうそうそう。ちょうど、まあ、出来たてだったってのもあるんですよ。水族館が。はい。多分特集で多分やってたんだけど。なるほどね。と思って。です。ありがとうございます。じゃあ、うん、俺も言っていい？うん、俺はね、その二十歳の頃留学行ってた時に、うん、なんかシックスフラックスっていうなんか、うん、あの絶叫系のアトラクションしかない遊園地があるんだよ。ええー、めちゃめちゃ面白そうだな。そう、もうすんごいやつ。いかつそう。あ、でもいかついの。確かに。体調悪い人無理みたいなパターンだ。いや、もうそう半端じゃないやつ、もう全部絶叫系しかない、うん、のいろんなパターンがあって。落ちるやつとか、うん、すっごいスピード出るやつとか、うん、あるところに行ったんだけど、うん、まあ俺その二十歳の時の留学行く1年前ぐらいに顎の骨折れて、うん、あったね、あったな、うん、でそれで手術、その2回目の手術終わって1ヶ月後ぐらいにアメリカ行ってるの、うん、だからまあ本当治りたてじゃないけど、うんうん、で行ってて、もうその絶叫系の後遊園地行って、いろいろ乗ったんだけど何種類も、うん、まあ、怖さ的には、まあ、ギリ耐えられたの。やばいのもあったけど、うんうん、いやー、でも楽しかったなーぐらいなんだけど、うん、もう乗り物終わるたんびに、うん、なんか、口の周りがめちゃめちゃ痺れてる。怖い怖い顎ら辺が。怖い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 。痺れてるのよ、うん。ピリ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 。いや、怖い怖い。マジか。そう。何それ。いや、わかんない。なんか、すさまじい G を食らって、あ、振動とかで、そう、やられたのかわかんないけど、毎回アトラクション降りるたんびに、なんか、口の周りが、痺れてんな。麻痺、麻痺じゃない、なんか、ピリ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 してて、それがちょっとね、怖かったっていう。それ怖いわ。怖かった。本当に怖いやつ。本当に怖いやつ。そう。なんかもう、全然、まあ、ギリギリ、怖さ的に大丈夫だってなっても、うん、顔は、この下半身がすごい痺れてる。乗ってて大丈夫なのかなみたいな。次行ってもっと痺れたら嫌だなとか。ちょっとそれがすごい気になっちゃったっていう。アメリカだしね。うん、そうね。そんななんか、怖いわ。そう。すごい、ちょっと怖かった。思い出が。いやー、そう。あります。怖いです、ね。そんぐらいですかね。いや、結構衝撃的だな、それは。なんか、遊園地で起きたエロい話あります。遊園地でどんなエロい話これどうなのっていう遊園地でそんなエロいこと起こるわけないだろ。
ちょっと女子高生とかちょっと危ないんで。そうですね。そうですね。ちょっと危ないんで。ちょっと触れない内容で、はい、話しすれできればと思いますね。はい、そう。まあ僕は、その、まあこのテーマにあげるだけあって結構好きなんですよ。はい、何回もいろんなとこ行ってるし。はい、その中でね、まあ結構東京ドームシティっていうのはですね、いろんなことがよく起こるんですね。東京ドームシティって俺、まあ、付近は行ったことあるけど、遊園地で遊んだことないかも。あ、マジで、うん、マジか。俺結構遊んで東京ドーム行ったりとかはあるけど。うん。結構遊んでて、まあ、普通のね、まあ何もない時と、うん、まあ、で、今回お話ししたい内容の時で、明らかに空気が違いすぎて、うん、あれっつって、なんかおかしいなって。うん。まあ、普通に、普通だったらさ、まあ何も感じないのに、なんかやけに違和感を感じると。で、その違和感の正体っていうのは全員髪の毛がめちゃめちゃ長くて、髪の毛めっちゃピンクなの。はい。それは夢かなんか。えんちゃんの想像のお話みたいな。違う。ある日行った時に、そう、ある日行った時に。みんなの髪の毛がピンクで長髪だったと。そう、ピンクで長髪で、なんかものすごい、まあ、十何年ぐらい前のビジュアル系みたいな格好をしてるの、みんな。うん、みんなその格好してて、で、その遊園地で遊んでるわけ、アトラクションが。本当に。で、さ、まあ気になるじゃないですかと。まあ気になるね。まあおかしいなって。おかしいな、変だな、明らかに変だと、うん。これ何回も来たことあるから、こんな場所じゃないと思ってるわけですよ。うん、で、まあいろんなアトラクション乗るじゃん。うん、で、まず、被害事件1、ジェットコースターね、乗るやん。うん、で、前のやつにそういうやつがいるわけよ、うん。そしたら、ジェットコースターって上がって一気に落ちるじゃん。うん、もう、真っピンクの髪でもう落ちるところだって何も見えないのよ。もう、景色ゼロ、景観ゼロ。ああ、終わったと。ああ、終わったと。それ興奮したってこと？それ興奮したと。違う。ピンクは色ではない。ピンクイコール色ではない。ちょっと何話したいのか分かんなくなっちゃうから、本当に。うん、まあ、被害事件1年。被害事件1年。そう。で、次、被害事件っていうのがよくわかんない。被害事例2年。じゃあ、次、うんうん。次、あの、垂直落下するようなやつあるじゃないですか。タワーハッカーっていうのかな、うん、で、それも隣にまたピンクの髪のやつが乗ってんのよ。うん。で、両サイドね、それも。両サイドピンクなの。それ夢の話じゃない？いや、違う。で、まあ、高い動画落ちるわけじゃん。うん、それもまたもう真っピンク、何も見えねえ、つって。で、垂直に落ちて、こっちに来んの髪の毛。一瞬だけパンってこう、髪の毛がパチッて当たんのよ。うわ、いてっと思って。興奮して。違うって。でも、いてっと目閉じた間にはなんかもう下の方に降りてた。あ、そう。そのクライマックスを見ることなくそのまま地上に降り立っているっていう。はいはい。そう。で、まあ、どっからどう考えてもおかしいじゃないですかと。うん、で、まあ、近くに東京ドームがあるよね。うん、で、なんか変だなと思って、まあ、一通り遊び倒して、うん、東京ドームの方に行ったら、うん、XJAPAN のコンサートがやってたのよ。そう。あ、で、そこでやっと合点して、あ、だから、こんなにピンク色の髪のすげえ長髪の人間たちだけで見つけされてるんだと思って。XJAPAN って全員長髪のピンク髪の。なんだろう、多分カツラみたいな、ウィッグみたいなの被ってるんだよね。みんな。俺んちゃん以外全員。それは今日来たんだけど、でも本当にそんな感じだったのよ。もうで、もうそういう人ばっかしかいないから、いや、すげえなと思って。で、そこ見てでも、まあ僕は納得したわけですよ。まあ XJAPAN って存在してたから、で、大々的にやってると、ああ、すごいなと思って。で、一回また戻って、なんかね、シートベルトをしなくていい、本当に上に上がって降りるだけのアトラクションみたいなのがあって、まあ、それ乗ったんですよ。まあ、その時はさすがにね、その、挑発のやつに俺の景色を邪魔されて、エロい姿になることなかったから、まあ、もう高いとこ見るわけですよ。そしたら、その XJAPAN のそのピンク色の髪の人たちの、なんか、グッズを買うための列が、2、3キロこう流れてて、あ、まあ、そりゃ確かにこっちの方まで人が、そのピンクの髪の人たちが流れてくるわなと。それぐらいの規模で人がいたから、XJAPAN ってすごいんだなって思った遊園地の思い出でした。これまた炎上しそうな。炎上しそうなテーマでしたけど。いや、でもすごかったよ、本当に。まあ、あの、特にあの上から見た本当にファンの人たちの列。ピンクの状況ちょっとでも見てみたいけどね。レンちゃんがそのさ、体験した映像がどのレベルのさ、
ピンク髪の長い人しかいなかったのかがあんまりわかんないじゃん。いやでもほんと8割ぐらいってことでしょ。いやほんとそう、埋め尽くされてて。なんかそのヒデを、ま、なんかする。あ、多分もしかしたらメインにしとか近かった。なるほどね。それだったらわかるわ。うん、ちょっとそこの記憶はいつ行ったかとかの定かじゃないから、はいはい、絶対的にそうですとは言い切れないんだけども、多分命日が近かったのか当日だったのか分かんないけど、 その時のコンサートだったからっていう要因はあったのかもしれない。でも本当に、まあ、ピンクの人しかいなかった、マジで。まあいて赤かな。うん、そう、もう本当にヒデって感じだからイメージ、うんうんうん、本当その人しか歩いてなくて、すげえな。そう、面白いね、体験だね。まあ確かに夢かなって思うレベルの。いやあれはちょっと衝撃的でした、ね。あとユーマさ、19、20歳ぐらいの時にさ、一人でディズニー行かなかった。ああ、行ったの。クリスマスだよね、しかも。クリスマス、12月25日。そうだよね。うん、あれ24日にバンドでみんなで。そうだそうだ、ライブか泊まりかなんかしてね。そう、スタジオ入ったの。うん。で、そのままオールで。そうだよね。行っちゃう。あれ結構えぐいなって、なんかこの話題来た時に。うん。なんかあれでしょ、すごい寂しくなっちゃったでしょ。すごい寂しくなったね。てか普通にオールだったから行って、うん、ディズニーシー行ったんだけど、うん、マーメイドのとこ行って寝た。うん、やばすぎやろ。クリスマスの日にディズニーシーであそこで一人で寝てる男って超やばいよね。でもうクリスマスだからさ、まあ、カップルだらけだしね。うそう、うん。どこ行っても混んでて、だから。飯も買えなくて、どこでも超並んでたから、うん、お腹空いて帰った。夕方ぐらいに、昼過ぎにもうお腹空きすぎて帰った。それはなんかちょっとエモに浸りたかった的なやつだよね。そうだね、なんかね、そう、その年いろんなことがあって、そうだよ、ね、なんかもう落ちるとこまで落ちたろうみたいな感じで。それもすごいけどな。確かに、うん、それ俺、そう、ああ、だったな、そんなんと思って。うん。それは俺も覚えてる。立ち狂った。あったあった。懐かしいです。親がもう、その後、帰るわって連絡したら、うん。なんか、好きなもん何でも作るから。いや、何食べたいのって。涙出るやつだ。涙出るわ。つってね。コロッケと生姜焼きかなんか作る。あ、でもせっちゃんちのコロッケうまいよな。そう、コロッケうまいんだよ。めちゃめちゃうまい。そう。いいね。俺も好き。最高だよ、最高、ほんと最高って感じっすね。そう、いやー、もりもりですね。今回もまあおもろいことあるんだね、遊園地。いや、まあ、確かにその東京ドームとか近くにあるとそういうのありそうだね。うん、ハプニングもアーティストによって色ありそうだね。うん、確かに。そうね、うん、はい、まあっていうところでですね、まあこの遊園地の思い出のとこはここで終わりにしますけども、まあ、今週も、ビューティーの中から好きな楽曲をっていうところで、まあ、僕はフラッシュバックという楽曲が好きなので、うんうん、まあ、皆さんにフラッシュバックという楽曲を聴いていただけたらなと思いますので、そちらの曲を聴いていただいてお別れできればと思います。はい、はい、えんちゃんの一番聴いてほしいポイント、えんちゃんのギターの。ああ、そうだね。あ、でもそこで言うと、うん、まああんまりそのこのハウイエモートっていうバンドの中でそんなギターソロを弾くっていうところはそんなにそれまでなかったんだけども、うんうん、まあそこで割と初披露レベルなんじゃないかな。うん、うわ、確かに初解禁、初解禁だと思うんだよね、うん、多分。まあ、なのでそこで思いの詰まったアーミングプレイを聞いていただければと思いますね。はい、うん、まあでもまあレコーディング版もそうなんですけど、まあライブ版だともうちょっと自由に遊んでるので、ライブがね、できる日が来たら、その自由に遊んでる姿も皆様に見ていただければと思います。ピンク髪のエンドで。ピンク髪のエンドで。ピンク髪のエンドで暴れ倒して、その髪の毛がみんなの目に入っていただければと思ったんで。入っていただければちょっと違う。まあ、ちょっと違う。どういう傾向ですか？ちょっと違うかな。まあ、それぐらい、頑張ってやってるんで、聞いてくださいね、と言ったところですかね。はい。じゃあ聞いてください。ハウイエモトでフラッシュバック。
shine outside.